ブラフテェブブウ園スロバキアワインは中央ヨーロッパのスロバキアで生産されるワイン。主にスロバキア南部の6つに分類されるワイン産地で生産される。都会ワイン以外のワインは国際的にあまり知られていないが国内や近隣諸国では人気がある。この地域がハンガリー王国の一地域としてヤギエオ朝の支配を受けていた時代からしばらくの間は ハンガリーとスロバキアは同等のワインの品質を維持し、生産面でも統合されていた。さらに彼らは、経済面においては、フランスの武道園ともつながっていた。ラヨシュ2世の死生児であるヤーノシュオスの数千人いる、直系子孫の一人であり、フルールデガス武道園の所有者でもある、デビッドガスによれば、ハンガリー王国とオスマントルコ帝国が争った、もはや地の戦いで、 ブダペストが陥落し、ラヨシュ2世が戦死した後、ヤーノシュウースがブラチスラバでワインを生産するブドウ園を継承した。オスの家族の一部は、その後フランスに移住し、ワインの地域経済に参加した。スロバキアのワイン生産地域スロバキアで、最も一般的に栽培されているブドウ品種以下の品種は、モドラの VSSVVM ブドウ栽培及び、 ワイン学研究育種ステーションで開発された品種、典型的にはワインの起源を以下の用語でラベルに指定表示している。南東スロバキアに位置する都会地域ワインの種類は通常以下の用語のうちの一種で分類される。ビノベスゼンペスンホースネシニア地理的表示のないワインは以前のストラブビノのカテゴリーに変わるものとなっている。 糖度の加減値は13度ナノメートル。ビノエス、クランニムゼンペスニムオスネセネム地理的表示で、保護されたワインは、登録品種リストに登録されたブドウから作られていること、スロバキアのワイン地域のうちの一つで栽培、生産、瓶詰めされていること、1ヘクタールあたりの最大収量を超えないこと、糖度の加減値が13度ナノメートルであること、これら定められた。 製品仕様の要件を満たすことが求められる。また、ドウの糖度が15度ナノメートルに達し、最大収量が1万8 0 0 0ラムヘクタール未満で、生産されたワインのアルコール度数の加減値が8.5%で、かつ品質要求を満たしていれば、伝統的な名称であるリージェノルンビノと表示することができる。ビノ S、クランニムオスネセネムパバジュ原産地表示で、 保護されたワインは登録品種リストに登録されたブドウから作られていること、スロバキアの同一もしくは類似した近隣のワイン地域で栽培、生産、瓶詰めされていること、1ヘクタールあたりの最大収量を超えないこと、糖度の加減値が16度ナノメートルであること、原産地指定もしくは地理的表示に関する既存の保護が存在することが求められる。ワインが認証された場合、 ディストリクタススローバックカントローリタスとして認証マーク DSC の略語を表示することができる。都会ワインのボトル等分眼料の内容。ありがとうございます。